はい、皆さんこんにちは、シャタヨシタです。到着しました。はい、天敵ですね。スワルスキーかぶり台剤 2本 500ml、 こちらスパイカル EX、 はい、1缶ですね。でこれは2万5000頭入ってます。2万5000頭、合わせて5万頭ですね。こっちは5000頭入ってます。はい、10話あたり約1000本の、まあこれが目安ですね。はい、3本スタンダード。はい、これはスワルスキーはですね、アザミウマ、コナジナミ、茶のホコリダニ、はい、捕食してくれます。はい、アザミウマは卵と第一幼虫、ちっちゃい方の幼虫だけ食べますね。大きい成虫は食べれません。はい、こちらスパイカル、ミヤコカブリダニですね。ミヤコカブリダニは、ハダニですね。ハダニの、まあ、大きいのも食べれるのかな。おそらく小さいのと卵がメインだと思うんですけど、はい、食べてくれます。はい、で巻き方なんですけど、これ放し前に、まあ、10分間ぐらい横にして置いといて、直前にこれ10回ぐらいこう回す、はい、で均等にダニをしてくださいってことですね。はい、位置を。でこれはここ、まあ、取るんですけど、ポンと指で軽くこついて落としていくんですけど、だいたい300からこう落としていって400落とせますとっていうところなので、これ1缶でハウスの半分、はい、500本ですね。なのでまあ300回落とせるとして、だいたい1つ置ききゅうりに落としていきます。はい、で余ったらあのハウス周りですね、害虫がよく、あとはタニシタとかですね、タニシタじゃない、転送したとか、はい、出そうなところに余らせといて巻くようにしますね。でこれは3つ、1回やったら3つ飛ばして1回っていうような、はい、形で、でこれも余ったらあの害虫が出そうなところにちょっと多めに巻くっていう形で、はい、やっていきたいと思います。今から、はい、まずこれは蓋を外す。そうするともう天敵がうようよ出てくるんですけど、外してここ、はい、ポチッと、どっちからか、ここかな、こう取りますね。はいはい、この状態にして、はい、これで、はい、スワルスキーをコツン、こんなもんですかね。はい、ここに乗っかりました。はい、続いてスパイカルですね。はい、コツンコツンこんなもんでしょうか。はい、すべて巻き終えましたね。たっぷりかかったんで、何日かすれば定着して、もう害虫知らずですね。アブラムシはダメだ。どうだったでしょうか。楽しい農業ですんで、できるだけ、できる限り省力化、体力は温存して、安全安心な野菜を出荷したいですよね、提供したいですよね。ただですね、これ入れたからといって通常に殺虫剤をまいていたら、ただの経費倒れになってしまいますので、そこのところをしっかり農薬回数も考えて、はい、ということで、前回クイズの回答は虫ラップの希釈倍率は500倍ですね。はい、そして今回のクイズはこちら、スパイカルはミヤコカブリダニは何を捕食してくれるか、あ、ご回答ください。以上、シャトリーシャバがお送りしました。じゃ、また。よし。これヒレカマカメムシなんですよね。ヒレハナカメムシ2匹目ですね。奉仕しました。5匹目早くも飛んでっちゃいましたね。5匹も奉仕ができました。これでハウスで増殖してくれればアザミウマもいなくなりますかね。プシニガーです。本日も頑張って。
虫ラップ効いてそうですね。アブラムシが真っ赤ですね。エムックス君2ベッド完全復活ですね。1ベッドでいっぱいになっちゃいました。フィニッシュですね。なんと 7.5 ですね。ダダキュウリですよ。ほら食欲ねえずらよの。東西ですかね。これ50メーターで、これが南北が20メーターで約1000平米ですね。だから300坪。早くつる上げしないと、どこが2本目で4本目なのかがめんどくさくなったんで、もうこうですね。ほっといたらつるがお倒れですね。ただいま断食してます。デトックスが終われば私は完璧な体に戻れるです。シャトそうだよな。うん大丈夫だと思うよ。皆さん台風が大丈夫でしたか。心配でした。じゃあ明日も頑張ってまいりましょうね。はい、最初は俺かじゃん。あっち。またな。